気象信号台気象信号台は中国上海に位置する建物。気象信号棟、ワイタン天文台、ワイタン灯台、ワイタン信号台としても知られている。1884年、フランス人の創設した除火ワイ天文台からの気象情報を受け取り、この塔で旗を使って気象情報を伝える気象信号台を建設した。中山東にそじ1号という番地に位置しており、 これは、ワイタン建築軍の南、旧フランス疎開の北端であり、昔、英仏疎開の境界に存在した、消火専用、京浜が広北欧に注ぎ込む位置であった。最初この建物は、信号機を掲げる柱だけであり、大型船の入港によって旗が見えなくなることがあった。このため、高い塔を持った、信号台に建て替えることになった。 現在の建物は1907年に建造された。上海の歴史的建築群の最南端に位置しており、円形の塔を持っている。塔の高さは36メートル程度で、灯台のようになっている。旗ざを入れると高さは50メートルほどになる。塔を除く建築部分は2階建てで応接室や、執務室として使われた。また、地下街も持っている。当時はこの塔は、風光系。 風速計を備えており、除火焙天問台から伝えられる気象情報を受け取り、1日5回気象情報を旗や気球で伝えていた。また、天候の悪化に際して警報を示した。しかし、電信やラジオなどの通信手段の発達、周りの建築物の大型化によってこの建物の役目の重要性は薄れていき、1956年、 この塔は信号台としての役目を終えた。その後、この建築は歴史を持つワイタン建築の一つとして保存されてきた。現在はこのビルの1階は喫茶店になっている。1993年10月にはワイタンの総合再開発工事で道路の拡幅を行うために建築はそのまま後方向に向けて22.4メートル移築された。ありがとうございます。